だよ。今どこの？ちょうど裏、ちょうど円墳の真後ろやね。ほぼ後ろやね。はい、人間天皇陵の真後ろから、はい、行ってみましょう。ちょうどこの裏あたりなんだけどね。あっこまで出るとだいぶどうなるか。手前から曲がっていくか。白鷺でございますかね。行ったらいいんですか。あれ反対やな、裏やな。これを行って右方向です。右方向、右方向です。右方向。これ右行くの。右方向です。どうも違いますけど、一本間違えるんで、一本右方向、はい。ほら、ここの宮内庁の管理かね。左側です。はい、着きました。お疲れ様でした。珍しいか、あんたがちゃんと誘導してくれるの。お、結構大きいね。何にも看板立てないがね、これ農業公園。これが見えるか。見れないですね、これはね。人間伝道陵の倍塚なのかね、倍塚に。すぐ横でございます。ここから見たら見えるかね、これ人間伝道陵は。宮内庁管轄でございましたか。中入られんかね、どっかね。これ私有地かな、これ。私有地やね。あら、見れませんね。何にもね、看板もないからね。はい、ありがとうございました。どうもよく降ってございました。いやー、宮内庁管轄や。レアの幸運でございました。